昔の制服、人だな。あなたは。俺はカイさ。学園七不思議が7番目、トイレの花子さん。はじめまして。俺は彼女にとっても世話になった。俺の本性を知らないでけなげに俺を育ててくれた。彼女が病気になった時、初めて思ったんだ、恩返しがしたいと。助けて、この世界を助けて。伝説のマジックナイトたちよ、この世界、セフィールを助けて。伝説のマジックナイトたちよ。ナレットボール、いいのか返して。うん、なん持っててもなんかやだし。バカだなお前も。これでもう俺に弱みはないぜ。また前みたいに水が濁ってきてる。血の匂いだ。嫌だ、ここは嫌だ。なんでロックが外れないんだよ。それではクイズです。この中の宝物は見えるんだけど見たことないものです。ダイヤのエース、俺の勝ちだ。許さん。ルールを破るのか。そんなことをするとはとても恐ろしい目に遭う。黙れ。やはりルールを守ることができないようだな。そっか、でも驚いたな。道を歩いてたら空からさくらちゃんが降ってくるんだもん。我審判者ゆえ最後の審判を執り行う。手にしているクローカードを全て使って私を倒せ。ピアノ線を張ったんですね。するってとこいつも誰かがワイヤーにあらかじめ切れ目を入れておいたようです。君の友達も心配してるから、今日はあの二人に話を聞いてもらった方がいいかもね。青山くん、僕はここで別れて帰るよ。大丈夫だ、私はお前を守る。え？お前を守るためだけに生まれてきた。美月って子にも会えたし、特に不審な点もないみたいだし。え？じゃあそろそろ僕たちは帰るとするよ。楽しかったよ、めいちゃん。失われたバルハラの四王女よ、長い間私たちを守ってくれてありがとう。今度は私が助ける番です。あなたたちの残してくれたこの時の鍵で。犯人は足の代わりに手で一つ一つ泥靴を押し付けてこの足跡を残したんだ。でも犯人は自然に階段を登るときにできる足跡の特徴を忘れていた。こんな連中にアパッチたちはやられたのか。アパッチたちは終わらせる。ティブロダイヤさん、まず上海支部でトラブルがあって大至急行かないとダメなんだ。そうですか、気をつけて行ってらっしゃい。そうじゃない、あそこの奴ら俺より K の方がいいって言うから今から一緒に上海に行ってくれよ。あ、本当です、違うんですよ、聞いてください、言葉のあやです。次は僕が行きますから。ただの奥酒だ。だからエスマチ君、もしも女子のパンツの色の決定権を僕に一任してくれるなら、学園を塗り絵にすることを生徒会長として許可しよう。実は僕のお腹には先輩との愛の証が宿ってるんです。お前な、可愛いベイビーに会いたいと思わないんですか、結城先輩。無理でした。ずっと引きずっていく。前園さんの死も桑田君の死もずっとずっと引きずっていく。
引きずったまま前に進む。忘れて乗り越えたりなんかしない。みんなの死と思いを一緒に引きずったままここから出るんだ。ちゃんと集中しろ。なめてんのかあんた。わざわざ来てやったのに。これだから女は嫌なんだ。本気で来いよ白い少女。なんとなくぼんやりですけど思い出したんです。2年前母さんを殺したのはあいつらだったんだ。だからお願いします、僕も一緒に戦わせてください。腹が立ったからこいつで殺してやる。寺坂がバカ面で俺に言った。100回失敗してもいいと。だからダメ元で殺しに行く。前に大切な人はいないのかって僕に聞いたよね。まさか。大切な人なら僕にもできたよ。この星の人間の魂すべてが僕の大切なおもちゃになったのさ。あ、もしもし、久名浜学院の鏡です。はい、うちも部員が増えまして、できれば名門高藤学園の胸をお借りしたいと。よろしければぜひ合同合宿をお願いします。よかった。もし本当にみんなが幸せに暮らしていけるのなら才能なんてなくてもいいだなんて。僕らしくないからさ。光とそして音は同化できないということなんですよ。強い相手を凌駕し勝利するのが私の生きがいなんですよ。大丈夫です。印刷所には無理を言って止めてもらってます。でももう間に合わないよ。やってみなくちゃわからない。先生のデビュー作にもそう書いてあったでしょ。確かに俺は人を殺した。でも神様は言ったんだ、この役目を全うできれば俺の罪は消えるんだって。だから払われるわけにはいかない。